しかして、この本に描かれてるこの場所は、私が探してた場所、ここに書かれてるのと同じだと思います。でもどういうことなんでしょうか。想像ってですか？もしかして先輩、ずっとこれを探してくれてたんですか？ありがとうございました、先輩。起こしちゃいましたか？寝言ですか？キスしちゃいました。
長と椎名ちゃん、何かあったの？なんだか二人とも休み前と比べて雰囲気が違うような。前よりもっとベタベタしてる感じがします。もしかしてそれが分かったんですか？よかったじゃん。私のアドバイスのおかげだね。それで結局どこだったんですか？それってどういうことですか？あれは本の中に出てくる場所だったの。私が子供の頃に読んだ本で、てっきり実在する場所だと思ってたんだけど、先輩がその本を見つけ出してくれて、やっと気づくことができたんだ。ほー、なんだ、本当にある場所じゃないんだ。なんか少し拍子抜けかも。でも分かってよかったじゃないですか。まあ確かにもやもやしたままでもあれですしね。それもそっか、よかったね院長。でも二人ともなんか羨ましいな。私よりずっと青春してる感じ。私は別に。先輩、何言ってるんですか？見せつけてくれちゃって。どうしてあげようかしら、このバカップルは。どうぞ、落ち着いてください、巫女先輩。先輩、でも一つだけ訂正させてください。